スミエ動物群の後口動物ユイアノゾーン、ユイアノゾーンヘテロモルフォスヘテロモルフス、ビチューリコラオエツリコラザディスンシダズーニユンナノゾーン、ユンナノゾーニスミエ動物群は、中国雲南省に位置する某天山の堆積類層、マオチアンシャンシェールズから、化石が見つかり、約5億1800万年前に生息していた、動物群である。故障は、 発見地であるスミエの名を冠して表したものである。なお、一般的には動物に限らず、より広い範囲で、スミエ生物群と呼ぶことが多い。発見される化石は、バージェス動物群とよく似た、あるいはそれ以上に広い内容を含む。マオチアンシャンシェールの地形スミエは中華、人民共和国雲南省昆明市南方に位置し、 要高市海から名で千個にかけての数箇所から化石が発掘されている。古くは1911年に軟体製の動物化石が発見されていたが、1984年に某天山で古生代カンブリア紀の豊富な化石群が発見されて、以降、一躍注目を浴びることとなった。現在も中国の西北大学のチームなどを中心に研究が進められている。 また、ここでは先カンブリア時代最末期からカンブリア紀前期にかけての地層が化石を伴って連続している。そのために、他地域でのこの時代の地層の年代を決定する際の標準とされている。いわゆるスミエ動物群と呼ばれるのはその中でカンブリア紀前期に属するものであり、バージェス動物群より千数万年以上古いとされている。その特徴は、 バージェス動物群によく似たものを産出していることに、加えて他の多くのものが、やはり細部に至るまで良好な保存状態で見つかっていることにある。このことは、その時代の生物相についてさらに多くの情報をもたらすと同時に、それらが当時の地球でかなり普遍的であったことをも証明する。おそらくは、当時この地域は、 水深100から150メートル程度の海底であり、大陸方斜面の元に位置していたと考えられる。そういった場所では、間欠的に、ランデー流による堆積が発生するのであり、斜面を滑り落ちる大量の泥と砂が海底に流入することによって、堆積層が作られていく。墨江動物群は、このような自然災害に巻き込まれて、急速に埋没させられた。 当時の生き物が化石群となって今日見られるものであろう。スミエ生物群は多様な生物を含んでいる。ここで新たに発見された動物で特に重要と考えられるものには以下のようなものがある。ユンナノゾーンスミエ生物群の中でバージェス動物群の研究に大きく関与する、もしくはよく比較される発見は次の通りに列挙される。 オニコディクティオンアンプレクトベルアパラペートイア、ありがとうございます。